こんにちは、マヤトです。今、クジラの呼吸をしてました。今回のテーマ、クジラになりました。興味ないでしょ。いやクジラは面白い。クジラはすごいですよ。知ってました？もう答え言っちゃいますけど、クジラとイルカ一緒っすからね。これ同じ地球で最も大きな哺乳類、僕たちと同じように子供を産んでお母さんが母乳で育てて、それを海の中でやってるんですよ。どういう風にやってんの？興味ありますよね。すごい頭いいんですよ。知識高い。クジラとイルカが一緒。イルカのショーとかありますよね。イルカすごく頭いいですよね。ではどうしてそんなに頭がいいのか、もう興味出てきましたよね。俺ちょっとやっていきますから今日。よく私イルカ好きなの、イルカのショー見に行きたいなんて、そんな女の子いますよね。彼女を今度連れてってあげてください。イルカのショーに。最高っすよね。休みの日に天気も良かったらいいっすよね。こうドライブがてらこう向かってね。イルカとクジラって一緒なの知ってた？実はこれなんだよ。こんな話してあげてください。じゃあいきますよ。クジラとイルカは同じ種類ね。体長が5メートルより小さいものをイルカって呼んで、5メートル大きいものをクジラって呼ぶんです。すべてクジラの仲間で、イルカって呼び方になるか、クジラって呼び方になるか、それしか実はないんですよね。体長の大きさだけ。よくイルカは小さくて口が出てて頭が良くて、クジラは大きくて口が出てないっていう認識かもしれないですけど、いや実は同じなんです。じゃあこれがこうでこうなってるとイルカです、そういうのはないんですよ。だいたい5メートルを境にイルカって呼ぶか、クジラって呼ぶか、もうそれだけの差なんですって。知らなかったですね。まずそこで彼女を食いつかせてあげてください。地球最大の哺乳動物ね、さっきも言ったように私たちと同じように水中で子供を産んで、水中で母乳で育てて、水中で何ヶ月も子育てをしていくんですね。人間と一緒ですよね。これクジラの子供って逆子なんですって。尻尾から出てくるんですって。だって尻尾から出ないと生まれた時にお母さんこっちに進んでるから、こうやって追いつかないです、追いついていけないですもんね。頭から出てきちゃったら生まれた瞬間に迷子みたいになっちゃうから、逆子で生まれてくるんですって。さあそしてクジラは大きく分けて2種類に分かれます。ヒゲクジラとハクジラっていうのに分かれます。それがヒゲクジラですね。ヒゲクジラってこうヒゲが生えてるって思うかもしれないですけど、こういうヒゲじゃないんですよ。ここの部分ですね。クジラってこうここに線入ってますよね。これをヒゲって呼ぶんですよ。これをクジラヒゲって呼んでるんですね。こういうクジラヒゲっていう仲間とハクジラっていうのに分かれるんです。ハクジラっていうのは歯がついてるクジラ、イルカはハクジラの仲間です。クジラの呼吸、これどういう風にしてるか分かります？私たちと同じように肺で呼吸してるんですよ。彼らはどういう風に呼吸してるのか、さっきやりましたよね。ブー、今呼吸しました。クジラの呼吸バーンって潮吹くとき、あそこ呼吸してるんですね。どこで呼吸してると思います？口ですか？口じゃないですよね。あれ鼻で呼吸してるんですよ。でも鼻ここについてますよね。そうなんです。クジラは進化の過程で自分が一番呼吸しやすい場所に鼻を移動させたんですね。100年、300年、400年、500年とだんだん進化して鼻がここの一番適した場所に来たってことなんですね。クジラの鼻でも結構でかいですからね。さあそして今度はクジラの食べ物、そして狩りの仕方ですよね。こんなでっかいクジラが一体何を食べてるんだろう、じゃあどんだけ食べなきゃいけないんだろう、ね、気になりますよね。まずヒゲクジラ、こういうクジラはオキアミ、小さいねオキアミとか、あと小魚ですね、カラフトシシャモとか、
あとタラの仲間とか、結構私たちの身近な小魚を食べてるんですね。で、小魚食べるって言ったってずーっと口開けてるの大変じゃないですか。ね、じゃどういう風に食べるのか。で、先ほど説明したこのクジラヒエ、実はこれがこう網状の役割になってるんですよね。よく見ますよね。ブーってやって、海水は流れていって、小魚とかは食べていく。ここがザルの役目になってるんですね。だからといったって、ずっとブーってやったって、ちょっとしか入んなかったら意味ないですよね。そこで狩りの仕方があるんですね。これがすごいんですよ。頭いいんです、彼ら。どういう風にやってるかっていうと、まず一回潜るんですよ。潜ってから酸素をブクブクブクって出しながら回転していくんですよね。回転していくとその泡がバーっていきますよね。そこを泳いでいた小魚とかオキアミがみんな上に集められるんですよ。海面まで集まったところをブワッ、こういう狩りの仕方、頭いいですよね彼は。ここまで話をしてね、ドライブしながら、クジラの呼吸はこうやってやるんだよ、クジラってこういう狩りの仕方するんだよ話をして、そんなに食いついてかなかったらもうクジラの話ここでやめましょう。もうクジラの話はもう一切触れない。あとは彼女の好きなスイーツの話とか違うこと話してください。身のためです。ここで、あ、クジラってそうなんだ、すごいんだね、私イルカは好きだったけどクジラ興味なかった、でもクジラとイルカって一緒なんだ、食いついてきてくれた優しい彼女にはもうちょっと話進めていきましょうね。クジラの先祖はラクダと同じ、うん、ここ何言ってんだこいつって言われるかもしれない。ちょっとハードル高いところですからね、言い方大事ですからね。クジラの先祖はラクダと同じなんですって。どういうことかっていうと、遺伝子の研究とか化石とかが見つかった時にその DNA とかを鑑定していくじゃないですか。鑑定したり遺伝子を見たりしていくじゃないですか。その時にイルカとラクダはどうやら同じだったんですって。もともと生命は全て海から生まれましたよね。海から生まれて陸に上がって、僕たちも陸に上がりましたよね。陸に上がって陸に適したものはそのままラクダになったんですって。海に適しているものは陸に上がったのにもう一回海に戻ってクジラになったんですって。もともとはソメニクスと呼ばれる生き物だったそうなんですよ。まあ6000万年前の話ですからね、僕たちまだ生まれてない頃の話ですからね。ああ、でもクジラとラクダは一緒だなんて、これはそんなこと思わなかったですね。ここも食いついてきてくれる彼女、大事にしなきゃダメですよ。クジラの高い能力、クジラは頭いいですよね。どうして頭いいか、他の魚より頭いいですよね。イルカのショーだって頭いいですよね。どうして頭いいのか、彼らは哺乳類だからなんですよね。一度陸に上がって陸での経験があるんですよね。その経験を持って海に戻っていたので他の魚よりも頭がいいんですよ。クジラの能力で、ね、高い聴力、海の中では視力よりも聴力の方が重要なんですね。水中だと空気中より4倍早く音が到達すると言います。クジラは超音波を出すんですよね。超音波を出して、その音波が跳ね返ってきたものをキャッチして、何があるんだろう、どんな大きさなんだろう、これを知ることができるんですね。これをエコロケーションっていうんですね。すごい大きなクジラだったら、その音波をバーンって出すことによって、前にいる小魚とか気絶しちゃうんですね。はい、気絶ができます。そんな食べ方もしてるんですね。さらにすごいのが、驚異的な潜水能力。すごいですよ。マッコウクジラは人間が下ろした 1200m 下のケーブルに引っかかってたことがあるんですって。 1200m 海底ですよ。でも実は 1200m よりもっと下、3000m まで行けるんじゃないかって言われてるんですね。じゃあどうしてそんなことができるのか、肺呼吸ですよ。息止めてるんですよ。90分止められるんですって。最大で90分の間にもう急いで潜っていかないと
3000メートルなんていかないですよね。じゃあどういう風にやってるのか、これは脳湯っていうのがあるんですって。このクジラの頭のところ、この頭のところに脳湯っていうのがあるんですって。潜るときに冷たい海水を入れてその脳湯を冷やすんですって。冷やすと重くなるからぐーって浸水していく力になるんですって。今度浮上していくときはその冷たい海水を吐き出すんですって。そうすると暖かくなり浮上する力に変わっていくってことなんですね。脳湯っていうのがあるんですね。すごいですね。冷やして重くして潜ってそれを温めて上がってくる、こんな能力があるんですよね。いやすごいですね。どうですかクジラ、ちょっと話しただけでこれだけ知らなかったんですね。クジラっていうのはすごく優しい生き物なんです。ダイバーが海に潜ってたら大きなサメに襲われそうになったんですって。その間にクジラが入ってくれてダイバーをこう押し出してダイバーを助けてくれたんですって。そのダイバーはクジラの観察をしてたんですって。だからクジラのそのダイバーのことを知ってたんですよね。助けてくれたっていう、すごく頭が良くて優しい海の王者なんですよ。いやすごいですね。では水族館楽しんできてくださいね。イルカのショー楽しんできてください。クジラのショーって言ったって一緒ですからね。